皆様おはようございます。佐藤です。ようこそトヨタブースへ。ここトヨタブースでお伝えしたいのは、多様性にあふれるモビリティの未来です。人の数だけ多様な価値観、多様なニーズがあります。未来は誰かに決められるものではなく、みんなで作っていくもの、私たちはそう考えています。だからこそトヨタブースのテーマは Find Your Future。 あなたの未来がきっとトヨタの車の中にあると思います。今日はその中から3つのモビリティで描く未来の話をしたいと思います。1つ目はバッテリー EV と暮らす未来です。環境に優しいだけではなく、電気エネルギーならではの運転の楽しさも、走りの味もあって、多様な体験価値も実現できる、それがバッテリー EV です。車屋らしいバッテリー EV を作る、その意味するところは、車作りの原理原則に立ち返って、航続距離などの基本性能はもちろん、バッテリー EV でしかできない価値を実現していくことです。その一つが、今までにない低重心と広い空間を両立する車を作ること。そのためには基本コンポーネントを徹底的に小型化、軽量化して、それを最適なパッケージングにつなげていく車屋の力が必要です。それができると、デザインも走りも全てが大きく変わります。そして車に乗り込むと、全く違う景色が広がっています。まずレクサスブランドから、それを物語る車を生み出してまいります。この後10時半からチーフブランディングオフィサーのサイモンよりご紹介しますので、レクサスブースでぜひご覧ください。もちろんこちらの2台のように、トヨタや GR の車も変わっていきます。車を小さく低く軽く作る技術があれば、スポーツカーから SUV、 ピックアップ、そしてスモールバンまで、素性の良い多様なラインナップを生み出すことができます。そしてそのハードウェアの上には、新たな体験価値を実現するアリーン、新しいソフトウェアプラットフォームがあります。常に最新のソフトウェアを実装できるのはもちろん、車両データを生かしてお客様ニーズに寄り添った開発をスピードアップし、お客様が嬉しい価値をもっとご提供できるようになります。さらにさまざまなアプリが車の価値を高めていきます。
例えばエンターテインメントプロバイダーが生み出すサービスやコンテンツ、ソフトウェアの新たなパートナーとつながっていくことで、移動はもっと便利で楽しくなっていきます。アプリの中で車の中から買い物ができたり、ドライブではマニュアルモードで走りの味を楽しんだり、駐車した後はエネルギーグリッドモードで電力を融通して社会の役に立つ、例えばそんな未来が待っています。車の価値を作り上げるのはお客様一人一人、車の役割は社会とつながり、その可能性を広げていくことです。あなたの欲しいがあなただけの車を作る、それが次世代バッテリー EV とソフトウェアディファインドビークルの未来です。こうした電動車はもちろん、世界中のお客様の多様化にお応えしていくためにはさまざまなアプローチが必要です。その一つがハードウェアの拡張性で自分らしさを叶えていくこと。車が仕事や生活の大切な基盤になっている、そんなお客様がたくさんいらっしゃいます。車で運びたいもの、やりたいことは人それぞれです。そのすべてに寄り添いお答えしていきたい。トヨタらしく良品廉価で車でソリューションをお届けしたい、それが本日2つ目にご紹介したい未来、この IMV0 で目指している未来です。お客様のニーズ次第で自由自在に形を変えてきます。例えば畑で収穫した野菜や果物をたくさん運んで町に到着したら直売所に早変わりします。町の広場ではコーヒーショップやフードトラックになったり、夜にはバーになったり、 DJ ブースにもなります。実際まもなく発売するアジアではすでにさまざまなアイデアがあり、カスタマイズが提案されています。そうやってユニークで多様な車が社会に溶け込んでいく、車がプラットフォームとなりお客様自身が価値を拡張していく、バリューチェーンの新しいビジネスの可能性も、新しい仲間も増えていきます。 IMV0 で目指しているのはまさにみんなで作るモビリティの未来です。そしてこのように多様性に応えるモビリティは社会システムに溶け込んで、あなたと社会をつなぐ接点になります。私たちの工場では多様な部品を詰め込んで生産現場をつないでいく入れ物を通い箱と呼んでいます。社会の中で同じ役割を担うモビリティ、バッテリー EV の特性を生かして社会インフラやサービス事業者と常につながることで、いつでもどこでも仕事や暮らしを便利に楽しくしていく、だからこそこのモビリティの名前を通い箱としました。本日お伝えしたい3つ目の未来です。人と社会をつなぐモビリティ、その意味は私たち一人一人の多面性とをより豊かにしていくことでもあります。ある時は通い箱の横にいるのは配送ドライバーの自分、スライドドアを開けるとその広いスペースにはいろんな荷物がたくさん積まれています。インフラと協調したデータを活用して注文したお客様のところまで無駄なくタイムリーに物を運んでいきます。休日にはガラッと雰囲気が変わり、アウトドア好きキャンパーの自分、注文していたキャンプ用リュックを受け取ってテントやバーベキューグッズを通い箱に詰め込んで郊外に出かけていきます。
大きすぎず小さすぎず、その不思議なサイズ感でいろんなシーンにフィットいたします。車椅子で乗り降りできる地域の足になったり、リモートワークの拠点になったり、移動型のお店になったり、もっともっと社会とあなたの暮らしをつないでいきます。社会の中でモビリティの価値をみんなで育てていく、それが通い箱で目指している未来です。3つのモビリティでお伝えした電動化、知能化、多様化の先にある未来、その共通点は一つ、未来のモビリティは私たちのライフスタイルに応じてその価値を拡張していくということです。だからこそ私たちトヨタの使命は、世界中のお客様の暮らしにとことん寄り添って多様なモビリティの選択肢をお届けし続けていくことだと思います。それこそがトヨタが目指すべきマルチパスウェイの未来だと考えています。改めて、みんなは未来はみんなで作っていくものだと思います。未来をもっと良くしたい、その意志と情熱を持ってみんなで行動していけば、必ず景色は変わっていきます。笑顔あふれる未来の社会、その真ん中にはモビリティが居続けてほしい、その思いで多くの仲間とともにもっともっと挑戦をしてまいります。合言葉は、車の未来を変えていこう。モビリティショーはその大切なスタートポイントです。あなたの欲しい未来を探しに行く旅、今日から10日間、そんな風にトヨタブースを楽しんでいただけたら大変嬉しく思います。ご清聴ありがとうございました。